市どこにいるかというと、今日も伊賀におります。ここ有名ですよね、村井万公園さん。なんでもここに忍者カフェがあるというところで、こんにちは。はい、2人で。あのカメラ撮って大丈夫ですか？はい、全然 OK でございます。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。忍者カフェがあるというので聞いて。忍者カフェ、はい、どうぞおかけください。はい、好きなところどうぞ、はい。じゃあここいいでしょうか。はい、はい、どうぞ。ここ、はい、すごい有名人の方の写真がいっぱい載ってる。はい、どうぞね。あ、これね、有名、忍者パフェ、うん、あ、この大きいの行きたいな、忍者パフェ。伊賀の番茶です。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どういうところからですか？あの、大阪からです。あ、そうですか、今の国から、ね、はい。あの、ご主人も映していいですか？あ、全然大丈夫です、はい、もう一回、あの、語りお願いできます？あの、関西から、大阪から来ました。ああ、そうですか。え、大阪はどこですか？大阪。神戸の方がかっこよろしいですよね。ご主人もあのホームページで拝見しましたけど、はい、こう忍者文化をこう広めてらっしゃると。でもないですか？最近は、はい、いや、一番最初はそうだったんですよ、はい、ここあの忍者の発祥の地にしては、はい、全然あのだったんで、はい、まああの忍者って言ったら世界共通語というか皆さん知ってるので、はい、忍者で町おこししたらええんちゃうやろかっていうのが最初のきっかけですよね、はい、だからこの町の中で、はい、あのまあ、今来てませんけど忍者衣装着てたのは私が一番最初で。あ、そうなんですか。うん、あのもう丸一日というか、はい、3年ぐらい来たままでしたわ、はい、朝もあの寝巻きから着替えて忍者衣装着て、はい、であの寝るもう、はい、あの寝るパジャマ着るまで着てました。お、素晴らしい忍者衣装ですね。いやいや、ところがそれから3年後ぐらいしたらぼちぼち皆さん着るようになってきて、はい、村井さんやっぱしあの伊賀は忍者やなとか言い出して、はいはい、で私の次に着出したのが市議会議員の議長さんが一番先着出した、はいはい、でうちそれ言いに来て、それからずっと来てくれてて、はい、町おこしで皆さんが着るようになって、はい、してきたら、はい、何にも言われない。そのうち、はい、あ、ご苦労さんですになってきて、はい、で今度は私が脱いだらね、あれ、村さん今日は着てはらへんのかってよう言われます。今はもうね、はい、まあ、なんでこういう形になったかって、うちはあのお茶の配達もするので、はい、老人ホーム、はい、老人ホームに来ていくと、はい、あの老人が怖がんねんて。あ、ちょっとすいませんけどおやめいただけますよ。はい、23、4年ほど前ですね、はい、今日見たら1999年ぐらいから来たりしてたみたい、はいはい、です。大日如来さんの印を結ぶ形やらと、はい、その忍者は大日如来さんを崇高してたの、はい、うちのおじいちゃんもそうなんですけども、はい、大日こうなわけですね。大ありますよ、うん、だけど私は、はい、私のおじいちゃんはこうやから、あの左手で、そう、右手がこの形ですね。はい、はい、はい、チーズ、ここではチーズじゃなくて、忍に、忍に、忍に、ハンドリックネームね、という話。左が下で、右が、そうそうそう、忍、これまあ武道にしたって刀握るのこれやからね、はい、これ逆の方がやりにくいに違いますかと思いますけどね。はい、あの忍、はい、忍に、とミントね、はいはい、じゃあちょっとお時間いただきます、はい、印を結びながら待っております。5、2名ですごいね、たくさんのグッズ
グッズというか骨董品が所狭しと置いてある。あの忍者パフェに手裏剣が刺さるんですけど、ちょっと肩焼きなんですけれども、もし肩効かなかったらクッキーでクナイが刺さるバージョンもあるんです、ね、どちらよろしいですか。私クッキーの方がいいです。あのご主人からお名刺いただきました。お茶と忍者と昭和なお店、確かに昭和はすごい感じますね。浦井晩公園さんと、これが区内の区内、これね、あ、うまそうだね、うん、はい、メニューがね、結構いろいろあるんだね、うん、忍者パフェばっかりこうね取り上げられてる感じやけど、ささめ氷ソフトのせ、あ、かき氷とソフトのトッピングっていうのもある。おしるこ、ま、忍者オール、忍びにお茶と書いて忍者と言います。ソフトクリーム、もうカラフルだよね、これね、ね、今日は忍者パフェ、これが忍者パフェでございますね、はい、はい、いいね、これね、うん、忍者パフェ、うん、うん、おいしい。ご主人言ってらしたように、これ硬い、うん、でも、これぐらいがちょうどいいかもかな、うん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 、あ、でかいね、うん、うん、おいしい、むちゃくちゃ食べ応えある、めっちゃおいしい、おいしい、そこニガの番茶ね、うん、めっちゃおいしい、ソフトをね、こう乗っけて、うん、やっぱこれ硬い方がいいわ、うん、うん、この子もうバリバリした感じがいい、うん、たっぷり入ってるね、ソフトクリーム、うん、抹茶が美味しい、うん、ああということで、あの、いただきました。ごちそうさまでございました。ごちそうさまでした。どうぞよかったら。いろいろある。マタエモン、半蔵、霧隠れ、旅人、法王城、芭蕉、沖野、朝顔。いっぱいあるね。ほうじ茶。うん、すごいね、あのお茶の名店でもあるんだね。
伊賀茶ね。ここにもあるね。いや、パフェ屋さんかなと。私もカフェかなと思いました。おすすめのお茶ってどれですか？これですか？アンチャ神戸ないんちゃう？ないですね。でもね、値段高いと思う。高いですね。なんでかというと、はい、静岡、伊勢、それから鹿児島やらね、お茶摘むのがみんな大型化してるんです。はい、だから番茶はね、はい、新芽新茶摘んだら、はい、次2番茶摘みたいんで、番茶が邪魔なので刈り落とすの、全部茶園の肥やしに摘んでたらね、手間がかかんだけやもんで、まあそういうことなの。これ摘もうと思ったら手仕事で新芽だけ摘んで、次はそれ終わったら番茶摘む。でそうなんしても新茶ばかり摘んでた方が儲かりますやん、はい、という話。すごいね、うん、いい感じの、お店ですよね、はい、すごい、この昭和っぽいこのね、これも未だにある。さあ、ということで今日、旅歩きグルメ旅ですね。久々この村井番公園さん行ってきました。また皆様次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。